Go to the APA Hotel. The APA Hotel. This is it right here. The hell, the door doesn't open. I gotta get the other way. Oh, okay. Here we are. Akiyama said he'd be on the 6th floor. Looks like I'm being followed, but they clearly won't start a fight out in public. If I can walk over somewhere more secluded, we can chat a bit. Theater Alley would be the perfect place. He's really being tailed by anyone right now. Because no one's following him, see? I think people will just appear out of thin air. There we go. Who's stupid enough to follow me? Six generic assholes. Sign it to his kidneys. There we go. Kotsura. Tōjō kai no. The Tōjō? Dou natte na. Nande Tōjō kai no ningen ga ore o. Now I can go into the hotel. Okay. Going up to the 6th floor. Oh. The door's open. Am I supposed to go in there? I guess so. There he is. Akiyama. Domo. Chotto spy mitai desho? Demo kore asonderu wake janai desu kara. Sono wari ni wa tanoshinderu you ni mieru. Honto no hanashi. Ima no ore ga Kamurocho de ugoku ni wa hitokuro deshita ne. それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト。Who's the guest? 人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、桐生さん。Oh, I remember that we're gonna kill that guy. Yeah. なんでここに。妻
最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の菅井ってのも穏やかじゃないんで。桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ。おいやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。ノシエ、あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の2人が主導権を握っています。理由はもちろん6代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を。ええ、そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその構想が収拾つかなくなると殺はうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋は菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は6代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを4代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前俺は東上界の人間に襲われた。うん、え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東上界には今の室田君みたいに考えてるやつが他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを利かせてるもんで誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと西洋界がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。うん、最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。He wants to pay it forward. 東上界と中国マフィアの抗争に加えて人言犯が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。それでも俺はあなたには期待しちゃうんです。
すいません。今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。エドと話をするだけなら、わざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート？採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。 Okay, so another way into the Chinese Triad area. キムさんがエドに聞きたいことってのは？採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。 Yep, telling them all the story about this now. じゃあ、そんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにもエドと話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それに尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。Okay. Dramatic exit.